を傾けてゆく。でもこれはどうですか。
Thank you.
Thank you.
ですね、ちょっといいですか。まだ何も言ってないわ。そうなんですよ、竹本さん、これ最後で、僕は竹本フレッシュだったんで、フレッシュの時からもお世話になってる先輩で、で、なんかいろんなことをちょっと思い出して、はい、お世話になったなと思って。寂しいです。でも最後にこうやって一緒にバンド組めてよかったです。僕からちょっと竹本さんに最後プレゼントがあるんです。はい。一回戦の時に初めて竹本さん家行った時に僕がこれをあげたんですけど、同じものをちょっと開けてください。せいや、リックだけて。はい、願いします。シャンプーです。今日竹本さんと朝電車で会った時に俺頭洗いたいって言ってたんで、ちょうどいいと思います、ね、いや、ありがとう。シャンプーするか今シャンプーするかやめよ。いや、ありがとうございます。時間大丈夫ですか。気にすんだよ、喋ってくれよ。せいや、そうですね、何を話そうか。一応今日3日目はコンセプトとしては何か思い入れのあるバンドっていうコンセプトらしいんですけど、別に一人は別に思い入れはないですね。まあ強いて言えば、カレちゃんもなんか一回一人で1回か2回の時にやろうとしたけどできなくて、で僕も一人を知った時からこの一人のギターは1回でもいいからライブで弾いてみたいなって思って、カネちゃんに声をかけたのが始まりで、思い入れじゃないけど一応僕は一番やりたかったバンドでもあるっていうことで結構思うことはあります。思い出あるんちゃうそれ。ああ、でもこれが初めてやし。あるよ、せいや、それは。よし、あるって言ってくれ。はい、あります。はい、やばい。そうだね、ゆうたにはもう僕のフレッシュのメンバーで最初なんかギターやりたくて入ったの。まあでもボーカルもうまいけど、ギターはそんな入学したてはそんな弾けるわけでもないので、ちょっとリード4つもやらせてね、でも上手に弾けてたし、アドバイスもらったけど、なんか俺もようわからんアドバイスしたりして、あんま頼り長いと思ったけど、いや今でも練習風景とか鮮明に思い出せますね。いやこんなバンドのギターをやってくれてありがとうございます。ちょっといや、こちらこそ、いやいや、誘っていただいて本当に難しいやつを、いや迷惑かけました。いやー、カネちゃんが次は何かあるかな。いや、でもカネちゃんはそうだね、僕がディープ入ってからずっと仲良くしてくれて、サンドの
あの家も近いし、よく遊んだりもしましたね。まあ4回戦ベースいっぱいいますけど、まあ人それぞれちょっと見方は違うと思いますけど、僕はカネちゃんのベースが一番好きやし、一番うまいと思うし、正直参考にしたりします。いや俺の声だ。おい、おい、勝負だ。おい、まあ君らは君らは君らは個性やね。はい、はい。でね、バッサーもね、僕2回から DM に入ったんですけど、その時フレッシュとして入ったんですけど、でそれのバンドフレッシュ付きが、バッサーとコウスケさんで、多分一番 DM に入ってから、まあなんか友達歴じゃないけど一番長いと思います。いや本当フレッシュの時からだけど、最初からもう俺としてはちょっと話しやすかったよ。なんかバッサーね、バッサー俺のことなんかよう分からんやつと思ってたらしいけど、最初いや僕としてはずっとバッサーは本当に一番話しやすいし、気兼ねなく話せるし、いや本当にいい人です。いやみんなもそうだけど、バッサーとかいなかったら僕も多分今ここでライブしてないし、 DM も多分すぐやめてると思うんですけど、まあ他にもいろいろ感謝した人はいっぱいいます。はい、こっちこそありがとうせいや。それじゃない。違った今じゃない。いや本当この3人と一緒に組めてよかったです。今ちょっと分かりづらいかもしれないけど、ものすごい清々しい気分ですね。3人とも泣いてるけど、ちょっとほんまにそういう感情が一切湧いてこないっていうか、すごい充実。あ、泣いてない。あ、まあ、カネちゃんだし、まあ、でも本当に今なんか悲しいとき、すごい嬉しいです。僕はこんな、もう本当に頼りになる人たちばっかと一緒にバンドができて本当に良かったです。正直僕2回生から入って、結構最近までなんで1回からディープに入らんかったんやろって思うことが常々ありまして、でも今この3日間卒ぐらい見てて、いや本当に2回から入ってもみんな仲良くしてくれて本当に嬉しいです。3年間しかいディープに入れなかったけど、みんなと同じ4年分、ディープで過ごせた思いです。ありがとうございます。いやー楽しい。すがすがしいね。すがすがしいね。本当にありがとうございます。もう感謝しか出てこないです。今シャンプー使ってくださいね。なんてシャンプーシャンプー使ってくださいね。あ、ありがとうございます。大事に使います。大事に使う。少しずつ、うん、1日半プッシュぐらい。そうやね、半年ぐらいかけて。はい。はい、じゃあそれあと1曲やりたいと思います。よろしく。
まみれてた内側に書いた当時が泣きたくなるから後ろ向いて見てみて見えたことも青くてもう世界を戻って最後は飛び込む理由を描いていた